建築工房大山は、香川県香川郡直島町にある建設会社。直島南部の関浦地区に本社がある。住宅建設のほか、瀬島和代や三分一広市など著名建築家が、設計した直島内の建築の趣向を数多く手がける。また、貸しギャラリーや、宿泊施設も運営している。代表の大山隆は、島内の有志が島おこしに取り組む。 直島塾の会長も務めている。月刊、商工会2019年3月号。月刊、商工会編集部。 h t t p w w w s, <s h o k、ok、o k、ok、a i o r p スラッ j p s h o k、ok、o k、ok、a i p d f 2 0 1 9 0 3 0 8 1 5 e 5 9 5 8 6 3 e 5 9 0 b 0 e 5 9 5 9 5 9パーセント E3%82%92%E8%A8%AA%E3%81%AD%E3%81%A6PDF8AB 瀬戸内海に浮かぶ直島は現代アートの聖地。自然とアートが共生する島の魅力を思いっきり堪能。香川県香川郡直島町。 瀬戸内ファインダー。2020年4月19日閲覧。島の未来考える。直島塾が、発足若手住民ら40人参加。ビジネスライブ。ビジネスライブ。四国新聞社。2020年4月19日閲覧。直島港ターミナル。マイナス設計。瀬島和よ。西沢達江。佐野志向。建築工房大山。新建築。オンライン。 株式会社新建築社。2019年8月20日閲覧。直島の家またべ設計。3分1広し。建築設計事務所志向。林県建,建築工房大山。新建築。オンライン。株式会社新建築社。2019年8月20日閲覧。新建築2016年1月号。新建築社。ザ・直島プラン。自ら、設計。 三分一広市建築設計事務所志向、建築工房大山、新建築、オンライン、株式会社新建築者、2020年4月19日閲覧、ありがとうございます。